1アシスト、1つの傑作は否定された。久保の素晴らしいパフォーマンスは世界のマスコミを称賛させた。レアルマドリーと対戦した時の久保です。久保の取り消しゴールは今シーズンのゴールになるはずだった。素晴らしいゴールだった。久保はクロースに屈辱を与えただけだ。公平を期すために言えば、彼は久保にファウルをした。今日はもう十分だ。久保のプレーを見ていると、マンチェスターユナイテッドがどうやってアントニーを1億円で獲得したのか疑問に思うだろう。久保はロディゴよりも優れたプレーをする。すべてがうまくいった夢のような前半を終えて、計画通り、レアル・ソシエダは後半に勢いを失い、レアル・マドリードはベルナベウで再び成長し、強くなる。しかし、日本人選手が出場したプレーは、熟練した久保はトニ・クロースのように栄光を描いた、歴史はすべてのファンの記憶に残ります。レアル・マドリードはラリーガで完勝を続けている。3日連続でまた戻ってきて、今度はベリンガムにはゴールはなかったが、退団以来初めて無得点でフィールドに出た人、白チームとの公式戦デビュー。実際、試合は各チームの一部です。レアル・ソシエダの個性は最初の45分間で際立っていたが、久保が主将を務める。ケパの素晴らしいセーブの後、バレーネのゴールでサンセバスティアンチームがリードを奪うまでにわずか5分しかかからなかった。しかし、久保はそれだけでは終わらない。日本のスター選手はペナルティーエリア外のスーパーゴールで自陣ゴールを決めようとし、ソシエダが0対2とリードしたが、オフサイドによりゴールは認められなかった。レアル・マドリードは後半に入ると優勢に進み、2ゴールを決めて逆転を果たした。